無理やろ。からのこれも提供ですね。いや楽だな、オープニングを考えなくていいって。提供してくれたわらびさん、どうもありがとうございます。まあわらびさんといえば一発マリオ結構やらせてもらってるんだけど、このギミックまだ誰も発見してないような新ギミックらしいよ。それをすぐさまツイッターで僕に教えてくれたんだよね。いやほんといつもありがとうございます。でもわらびさんってちょっと言いにくいから改名していいかな。わらびーの、ごめんちょっと意味がわかんねえ。はい、それじゃあ本編入っていこうか。どうもワラキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、はい、ストレンジャーということで、こんにちは知らない人ということでしょうか。もうそんなこと言うなんて、スノーさんって見たことあるような気がするから、僕は知らない人じゃないんですよ。じゃあ誰って？他人だ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.95% で、最近ツイッターでさ、ピオキングさんと2人で遊びに行ける抽選をしてほしいって来たんだよね。その人男なんだけど、男2人で遊びに行って楽しいか？楽しいだろうなきっと。まっちゃん、あなたが私のマスターね。開幕マスターソード。いや男の人だったらいいのよ、そんなに気兼ねなく遊べるかもしんない。でも女の人だったらさ、照れちゃって無駄にカッコつけちゃうかもしんない。どうもピオキングです。キモって思われて逃げちゃうかもしんないね。お前は逃げんな。よし、女の子だった場合のデートの予習をしておく。どうもピオキングことユータです。キャー、かっこいい。ピオキングさんってこんな人だったんだ。キャー、失礼、集団を見せてしまったみたいだね、お嬢さん。でももう大丈夫さ、いつもはもっとかっこよくてクールな人間だから。うん、そうだよね、ピオキングさんがあんなにキモいわけないもんね。さあデートの続きをしましょう。どこに連れてきた。みんなガチで思うことがあって、コース開始した瞬間これだよ。こんなんだったらさ、絶対初見がそんな方受け入れてもらえないよな。急にデートの予習とかしなくてさ。もうやめろって。何をそれ。もっとさ、誰からも受け入れてもらえるような実況って言ったらさ、爽やかなイケメンが感じられるような実況が一番いいと思うんですよ。例えば、うわびっくりしたね、ここ右相手。でも大丈夫だよ、子猫ちゃんたち、僕はまだ無事だから。鼻血ブーさ。そんなんなんねえか。ただ右のブロックが開いただけで鼻血ブーされるような人間になりたいですね。キノコ様。いやまだ遅くねえよ、イケメン実況は。見てろ、ビャンビュルンビャ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 ン。誰か助けて、もうすぐこうなってしまう僕を助けて。特に男性陣、女性陣は今のでチャンネル登録解除したんじゃない。だ30人は減ったかもしんない。男性陣見てる方いるでしょ。なんだってね。しかし中間ポイント早かったな。もしかしてピンコインコースかもしんない。右上見たらさ、赤コインを取れっていうの書いてるよ。赤コインじゃない、ピンコインね。多分6枚ぐらいあったかもしんね。そしてこの雲すごく怪しい、1個開いてんね。ここでカモフラージュしてんのかい。そんなには引っかかりませんよ。そしてこの無機物どっちに来る。分かった、このツタに捕まっておけばいい、それで大丈夫だ。よしよしよし。でこのブロックも無機物。あだー、正直ね、このツタの方に鉄球が飛んできてくれることを期待したね。実況者のいけない癖が出ちゃってるな。無機物っていう準備だけはしてた。さあこの茶色いブロックを右ギリギリで叩いてみる。何もない。じゃあ右か上どっちかだね。2分の1を信用するよ。罠スカウターを使え。ピピ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 ピ。今日は右が正解だ。オッケー、じゃあ右に。ダメじゃねえか。上に行ったらパックンがやられるみたいな。あーなるほどね、メットが倒してくれんのか。そしてこのまま上に行けばいいっていう感じでしょ。あのキノコ取らなきゃいけないのかな。うわどうなんだろう。ここに、あーここにバーがあるよ、見て、見える、チャカチャカ言ってるもん。だからキノコ取ったらダメっていうことでしたね。でここで USA を取って、このハイヤクッパクラン乗れるのかい。やめろ。今日ね、めちゃくちゃ調子よく進んでるわ。みんなから見たらいつもと変わんないぐらいな感じでしょ。でもそんなことないね、気分的に。そんなのお前のさじ加減じゃねえか。じゃあここはチビになって進んでいけっていうことね。早くチビにしてブロックよ。そしてオンオフをしたら何もしないでおこうか一旦。あ、わかったわかった。でもう一回オンオフをして土管に入るんだよ。絶対そうだと思う。見ててみんな。惨めな僕をもっと見て。ただしやられていいこともあったね。ここにフラワーが出てきた。だからこのフラワーを取ってこの土管に入っていく。多分これが正解だよ。もしかしてフラワー取るなみたいな、そんなパターンか。大丈夫だ。
じゃあここはチビで入っていいんだね。制作者さんが言ったんだからね。そうやってここは一回当たればいいんですか。一回当たってこの針に、そしたら先に進めるようになるんですか。スノーさん、寒そうな名前してますけど僕の実況の方が寒いのさ。じゃあここは右ダッシュしていく。オッケーオッケー。危ないねバレン、何のために出てきた。そしてここは下からあのリンクを取りに行こうか。いやこれいけるかな。いやリンク取れそうにないよ。ちょっと一旦左行ってみていい。誰だ寒い実況なんて言ったやつ、出てこい。これ見て笑ってくれてる人もいるんだ、そいつらを愚弄するな。もう頭おかしいってこの実況。ちょっと集中させてもらうぜ。慎重に行こう。この隠しブロックを畳んだ瞬間すぐ右に行く。眠てミスした時はだいたい眠てって言っちゃきゃどうにかなると思ってる。じゃあ次こそ取るよ。ジャンプした瞬間すぐ右にジャンプ。オッケーオッケー。そしてこのブロックを壊せばいいのかな。多分これで先に進めるよ。よし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 、やっとか。でここはどうすればいいんだろう。何もしないで上に行くよ。隠しブロックとかあるね。分かってんだ。そしてここは多分爆弾を出しておけば上のブロックは壊れるっていうことなんじゃない。あれ、ここじゃあどうやって行くんだろうな。このまま行けるか試してみていい。タイミングよく爆弾をジャンプ。やった絶対いけないと思ってた。ハリーおったつまんねえダジャレも出てきてるって。一旦下に爆弾出してみる。そしたら下から何かが出てくるみたいな。いやなんもなんねえか。え、ここやっぱジャンプしたらいけないんだよね。え、どうやっていくんだろう。下に降りたらいいみたいな感じかな。下に降りてもでもガリガリに当たるだけだと思うんだよね。だから爆弾で行く？爆弾をこうやってさ、剣で刺しながらどんどん上にやるみたいな。それでいけないかな？多分いけると思うんだけど。いや、本当にこんな生き方で合ってんの？絶対違うと思うんだけどな。まあまあ、いけたら何でもいいのよ。そしてここは、タクシーブロックあるんじゃないの？ないのね？やったしゃこっからビッグインコース開始みたいな感じ。じゃあドアから行こうか。まず1個目ドアから行きたいと思います。そして上を押したらダメだったね。オッケーオッケー。そしてこのまま右行ってみる。お前、まあ最初にねこの弾に当たった時点で僕は先に進めなかったんでしょう。そしてここはピンコインを取って何もしないでいいのかい。ピンコインを取って何もしない。そのキノコいるんじゃないの。ねえキノコ、こっち来て。お先に進めなくなったじゃないか。これは死に耐久っていう感じか。いやでも余裕さ、簡単死に耐久。死に耐久名人よ、なめるな。こっから5枚もピンコイン集めなきゃいけないの。めちゃめちゃ長そうじゃないこのコース。じゃあちょっと右側で待っておこうか。そしてこのスターを取って右に行けっていう感じね。なにこれ、全然降りられないんだけど。え、マジ降りれない。ちょっと連打してっていい。なんだこれ。やっと降りれると思った。またまたここも連打しなくちゃいけないの。きちんと頼むって、早く下ろしてくれよ。いや、やべ、腕がつる。早く下ろしてもう。やべ、マジで腕がつりそう。ちょっと待ってね、みんなちょっと待って。いや、みんな見て、こんな頭のおかしくなった僕をもっと見て、早く下ろせよ。やったちょっとさ、シャレなんねえわ、ほんとに。ここめちゃめちゃきちい。二度と体験したくない死に耐久だね。まあ一個一個短いと思う。ここは右を進化したらダメだと思う。そうだろ。ちゃんとこの P スイッチを叩いて右に行く。ほんとか、ほんとに。それで、危なくないね。まあこれで終わりなんじゃない。 P スイッチを叩いた瞬間すぐ右に行く。そしてこのドアに入る。さあ、中間ポイント取らして。よしよしよし。で、で左の土管に行ったらさっきの場所に戻れるみたいな感じかな。あー、なるほどね。で次は左上から行こうか。赤、青、黄色で行こう。これめちゃめちゃ長いね。でもその分めっちゃ楽しめる。魚、この赤いところはボーナスか。わざわざ赤い土管に入らなくてもピンコインをくれるみたいな。ちょっと優しいことしてくれるじゃないか、制作者さんよ。バグが来たね。今バレが消えたよ。ここはバグコースかい。すげえ楽しみにしてるよ。一旦クッパクラウンに乗っておこうか。乗れませんね。この方さ、クッパクラウンの中にドクロリと隠すのが好きな人なんだろうな、きっと。ハテナ叩いてみようか。ハテナはデカキノコが出てきたけど何もないない。じゃあこの上行こうか。隠しブロックを叩いた瞬間左、それで抜けてるかな。いや、声また落ちそうな予感がする。さあ右に行こうではないか。長い砲台は怪しい。絶対バグが来るよ。慎重に行こう。
降りて一体何もしない。なんか派手なんしてこいよ思ってたと違う、ただ押されて落とされるだけっていうね。そしてこれが鉄球なんじゃない。やっぱりね、戻ってくるかもしんね。気をつけよう。右は何もない、下へはいけない。左のピードがー、もう終わりにしようや制作者さんよ。この場面はじゃあここで P スイッチをいや下から行けばいいのか。間に合う、多分間に合って、バレちゃいますんだ。バレー、焦るな、ゆっくり行こう。そんなに難しくないと思うぞ今のところのバネは。さあビードアに入れたね。これでもう終わりなんじゃないの。やったね、中間ポイント取れた。さあラストの土管に行こうか。僕思ってることがあって、残りビットコイン4枚集めなきゃいけないじゃん。で今目に見えるのが2個あって、多分この土管で2個あると思うんだけどな。そしてさ、1個1個が1画面しかないからすげえ楽。さあここのビットコイン取っていいのか。ビットコインを取った瞬間、僕はすぐ右上に逃げるよ。よしよし、分かってなかったよそんくらい。さあここのフラワー取ってパックンを倒しに行きたいところですけど、オンオフをしてすぐ右に逃げる。これで合ってんじゃない。めちゃめちゃうまいこの場面は。さあこのまま行こうか。もうノーミスでいくよ僕は。いやまだワンチャンあるよ。ここでセルフジャッカマン燃えろ。ここさ、ジャンプしたらバネみたいなのがあったんだよな。だから左を尻尾で針がかわせるみたいな。オッケーオッケー、さあ食らえジャッカマン。もう俺に立てつくんじゃねえぞザコの分際で。さあスターを取ってこのまま先にはいけない。なにこれ、スーパーモールフラワー様がいるって書いてる。キャー、やられちゃった。まいったまいった。とか言うとでも思ってんのか。氷を溶かした段階でこのスーパーボールフラワー取っていけば、多分あのパワーブロックを壊せるんだよ。でこれジャッカマンちょっと難しくないかな。どの辺にする、この辺でいける。マジマジマジ、これでもうゴールなんじゃない。多分ピンクには全部集まったと思います。さあここでチビにもならなくちゃいけないのか。チビになってさっきの場所まで行こうか。多分終わりと思うんだよな。よし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 。さあラストのドアまで行こうぜ。ここまで来たらさ、絶対普通にゴールさせてくれると思うよ。下すげえ怪しくない。下どうなるんだろうな。やれるとかそんなんかんかな。いやちょっと噛んだね、ごめんね。まあいいや、一旦ドアに入っていこうか。頼む、目の前に行こう。いや待ってろ待ってろ待ってろ、危ねえ。いやこれは普通ゴールさせてくれるかな。何もない隠しブロックとか。ちょっと遠くないですか。なるほどね、下にブロックがあるっていう感じなんじゃない。だから降りてもいい。そうだろう、多分これ普通ゴールさせてくれると思うよ。あっ、ベルト、ちょっと待ってて、ここ、やったー。最後語彙力も何もねえ、ただって言ってただけ。まあ皆さん、僕に語彙力あまり期待しないでください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発バリオバネキックということで、このコースね、見てわかると思うんだけど、一つのブロックの上に一つのバネ、それを何個も設置してるっぽいんだよね。だからブロックに足す乗りしてバネに弾かれてジャンプして登っていく、それを繰り返していくだけだと思うんだよね。これ僕得意かもしんない。まあ見ててよみんな、ちゃんちゃんとクリアしてみせるから。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.46%。 これまでね、いろんなものの足す乗りめちゃくちゃやってきたよ。それがバネとブロックだけ、なんぼのもんじゃい。今日こそバネと僕のコンビネーション見せつけようじゃないか。これいけますか。もう不安でしかないんだけど、あのブロック端ギリギリ乗れっていう感じでしょ。こんなのいけるか。どの辺がいいんだろうな、本当にいけるこれ。なんかいける気が全然しないんだよね。本当にブロックの左端ギリギリに乗らなくちゃジャンプできないんだろうな。バーイ、まだ3回ぐらいしかやってないけど、やってたいですねこれ。本当にむっついよこれ。しかもこれ何個あるんだろうな、5、6個ぐらいあったらマジで鬼畜じゃない。来たまだ1個しかいけてねえんだよ。いや1個いけたのマジでかい。次はジャンプ調整しなくちゃいけないっぽい。こんくらい、うわ惜しい。え、今入ってたら終わりだったんじゃない。でももう分かった、3回目も足す乗りしなくちゃいけないんだけど、常に上を失敗、多分それでドアに入れない。いけるいけるぞピオキング、扉の前まで行けるようになってきた。天国の扉だ。ティッ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 、絶対今入れたと思った。上を失敗してたんだけどな、ブロックに乗れてないんだ。集中しろ、ただ3回足すジャンするだけに時間なんてかけてられるか。どうだ、やったー。いやこれほんと
難しいんだけど、まあ15段くらいあっても僕いけるからでもね、無理じゃないと思う。めちゃめちゃ上手い方は15段20段ってどんどんやっていくんじゃないかな。まあ僕もその一人だと思いますけどって言ったらたまに来るんですよ。ピヨキンさん15段作りましたんでやってくださいって絶対やらねえかんな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。